もろた、ね、気がする。いただきます。みのりんの感謝で無茶振りスタートシーズン。おはようございます、川原みのりです。さて、サードシーズン2回目の収録ということで、本日はこちらコーナー四つ街道店さんにやってきております。ここにはもう感謝でっかく置いてあって、私のためにありがとうございます。絶対違うと思うけど、前回ですね、残念ながらギリギリクリアできなかったんですよね。もうあれはもうほぼクリアなんじゃないかなって。基本的にマイナス100枚とか150枚とかはもう勝ちなんで、まあ、やはりダメですということで前回のルールからさらにちょっと厳しくなって、一撃1000枚ではなく一撃1500枚ですね。一撃1500枚を出せれば、その時点でまたサイコロが振れると。今どうしよう、まあ残っている5号機で攻めるか、もう6号機だと1500枚を超えたらもう完走するじゃんぐらいのね。どうしましょうね、午前中ぐらいにはお題をクリアして次に進みたいと思います。それでは実戦の方行ってまいります。まあ5号機だろうな。ちょ、これ投資もう無理ってなってきたら6号機にシフトチェンジしますけど、番長コーナーはいつも強いイメージもあるんで、番長からいきますか。新増大、増大のやつだ絶対。これここにしましょう。番長3からスタートしたいと思います。いくぜ。とりあえず朝一のやつも見るけど、まあなんか今日はストロングスタイルでいくと台数もいっぱいありすぎてえらいことになっちゃいそうなんで、ひとまずこの増大されたであろう番長で様子を見ます。引けてる引けてる、いけるかな対決。お、7まで行きました。一撃1500枚だもんね、厳しいな。あ、でもリザルト OK なんですもんね。ってことはまあ番長の場合は引き戻せばつながる。アナベルまでにはいかなかったんですけど、アベルはまあまあ引けてます。早く初回対決に行ってほしいな。まだ私初回対決に夢持ってる人ですから。最近本当引き当てたことないですけどね。最近もう番長打っても朝から対決カウンターが速攻でハマるっていうね。でも朝だしなんかね、なんとも言えないじゃないですか。あ、13、これはなんか引き継いでるっぽいな。そんなことないかな。15、お、チャンス目か。いた。でもチャンス目にも最近仕方されがちなんですよ、ほんと。だからこれ、あ、いけるかな、さすがに。あ、でも17だったからかな、大きかったのは今ベルが。どっちどっち、ないんか。なさそう。そして対決カウンターははまっていく。いや、これ絶対めっちゃハマりますよ。知ってるんですよ。あ、でも今日のルール的にまだ救いなのが投資が関係ないってこと。まあ、自分のお金はなくなってくんだけどね、どんどん。あ、でもこれでやっと32、
響かないな。商店街じゃない、はまります。あと今年はもう死ぬほど負けたんで、まあいつも通りっちゃいつも通りなんですけど、2021年はもうみんなが100万超えるか超えないかみたいなマイナスを話をしてる時にもうすでに、いやもう超えてますけどみたいな、全然ちょっと皆さんと次元が違うぐらい負けてるかもしれないです。まずとりあえず2021年がもう婚約だったんですよ。で、まあ後役、まだ役年なんですけど、役に飲まれないように2022年は50万ぐらいのマイナスで抑える。あ、やっと行きます対決に。あー、やっと割れたー。よし、いやー、ハッピーの相撲、もう2ゲームで終わります。お、MB、とりあえずこれが対決いけ、あ、対決じゃない、曲。うん、先生、さて、特訓です。まあ、初回対決はさらりと負けましたけれども、あ、対決、あ、お願いします。お、マダラの、お、相撲、これは勝たせてくれませんか。いけないけど、いけないんだけど、お願いお願い、よっしゃ、勝ってた、オッケー、ごっつぁんです。377ゲームです。結構回しとるけど、投資が1万1000円ですね。よかった、よっしゃ、これをもう1500枚出しちゃえばクリアです。簡単に言ったけど、1500枚ってまあまあまあ、でもボーナスとかもついてきて、おそらく十数連させれば、うん、まあもう豪大寺にも行かないし、まあまあ絶望的。対決してこないしな。だけどもう出るわ、9回引いちゃってるしな。あー、参った、どうしよう、また単発やだよ。いやー、これはきついな。お願い、あー、射程か、赤い、お願い、さすがにある、ない、ないの、なんで赤かったの今、信じられん。89枚、単発です。復活はない。はあ、何なんですかね。私はこの単発とか2連とかの地獄からいつ抜け出せるんだろう。あ、違う、あ、ということはあるね、ありますね。いや、あとちょっとだったんだよ。じゃあもうなんだ、もうちょっと引けてればベルが、お、夜、なんなら引き戻して、またら割れる、はい、今引くんだ、パカー、おー、うまい、あー、まあいいよ、いい、全然いい。おー、なんだ、おー、お、お、これはもうここで行っちゃってほしいぐらいだけどな。
仕留めてると思う。はい、特訓は行くでしょう。行かないね。さっきのやつの、あの2回も引いたのにベル、ひどい。おう、マダラ船長、これは対決かな。はい、チャージ特訓からかな。うんですね、さっきのチェリーと思います。さすがにそれで飲まれてしまいました。バントンか。お、MB まだまだっす。先生、うわー、お、パンダ出る。バレない、チェリーか。ああ、続いて、よし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 、とりあえずベロは引いた。よし、あるね。よっしゃ、行け。行こう。さっきか、変更か。おお、うまくないか。あー、でも、いやー、でも1秒目なんだけど普通だな。続くよね、続くよね、うん、で、あー、あれだけで勝負勝てる。やったー、嬉しい、よかったです。166ゲーム、1万3000円投資、総投資になります。頑張ろう。次こそはもうとりあえず準備中のうちに32までいっちゃおう。おお、40までいってます。え、いかないの、対決ハマる気。おお、ハマるつもりらしい。マジかよ。47でどうにかなってくれないと。うん、あるよね。さ、乗りよ。わあ、波なし、いいよ。MB、OK。バドミントン。さあ、お、引いてる、うん、おー、オッケーオッケーオッケー。いや、さすがに引っ張って、いいね。さあ、乗せれました。危なかった。青か、青だけどないかな、ないか、ないね。まあ、とりあえず単発はない。よかった。2日目です。2日目だからな、おそらく東大寺はなかなか行ってくれないし、ギリギリの状況には変わりない。対決に行けそう。3かな。おお、お、そういうこと。あ、チャンスモードなのかな。
2日目でゴーダイジ行ってくれました。まさかのどなたどなた。あー、タッピーか、うんうん、お、ナビない MB じゃない、はい、相撲です。おー、泣いた、上手、ちょ、マジで勝ってほしい。うわー、これはリプレイね。続け、続かない、負けた、負けました、すいません。ボーナス、ちょっともうボーナスという壁がものすごい高い、分厚い。お願い。おう、ないです。2連216枚、伸びないな。戻しもなし。お、状態決はいきそうだな。うん、引き戻しじゃなくても枚数つながってるときはつながってますよね、確か番長って。国民内とかだったらワンチャンある。チャッピーか、チャッピーばっかよ、相撲ばっかり。おお、低い、一応引きまして、あるかな。お、これでいける、よし、よかった、引いてくれました。まだら勝利ティッシュか、うん、強いよ、よし、勝ってた。117ゲーム、さあ、当たりは早い。100枚ぐらい多分残ってるんですけど、どうですかね。リセットされちゃってる、されちゃってる、はい、まあいいや。おー、強っ、これはいけるよ、はい、いい対決お待ちしております。わっわっ、今引くの、まあいっか。よし、出ますよ、絶対当てる。あれ、あ、待って、やだ、もったいないことにはしたくない。わあ、やったなこれ、いや、お願い。するんですよ私、だから勝てない。反発の恐怖が、だって豪大寺にも行かないし。ああ、完全にさっきのチャッピーがミスです。反発もう無理だ、単発ばっか、単発2連、もうずっとこの繰り返しですよ、どうしよう。でも初当たりいけんだよな、ここにいても1500枚が一生かなわない気がする。今の私には引けない。移動します。え、ダメですか。はい、かなりハマってる、323ゲームもハマってるイニシャル D があったので、ここでちょっと勝負してみます。持ちコイン、まあ150枚ぐらいですかね。ガソスタなんで、とりあえずチャンスゾーンですね、目指すは。イニシャル D が直近で多分1500枚以上出した機種かもしれない。6号機のでも1500枚ってやっぱハードル高いですよね、なんでそこまで無理してこのまま走るんだよ。
あ、でもまだ投資が1万3000円で止まってるので。